表面左イコール大人用、右イコール子供用裏面最初の使用時に、日付が印字される土日エコキックは、名古屋市交通局が販売する乗車券。同局の路線を土曜日、休日と、名古屋市が制定した毎月8日の環境保全の日、年末年始並びにお盆期間の休日、ダイヤ運行日に利用できる、時式の1日乗車券である。通常のバス、 地下鉄1日乗車券と同様に、名古屋市営地下鉄及び名古屋市営バスの全線が乗り降り自由である。2006年4月に、それまで発売されていた毎月8日のみ、利用可能な名古屋環境切符に代わって発売が開始された。手売りの自主性実機カードは毎日発売されているほか、日本ど真ん中祭りや名古屋祭りなど、 名古屋市内で大規模なイベントが開催される場合などは、記念、土日エコ切符を発売する。口述の通り、発売箇所の違いにより、樹脂時期カードと紙製時期券があるが、それぞれ事前購入の可否や有効期日が確定するタイミング、払い戻し条件、バス料金箱のカード挿入口への対応など異なる点がある。なお、いずれも使い捨てである。 脂製磁器カードの場合、土日エコ切符が利用できない日を含め、地下鉄改札窓口、駅長室、市バス社内、営業所、交通局サービスセンター、乗車券委託販売所にて発売。紙治績券の場合、土日エコ切符が利用可能な日に限り、市営地下鉄駅自動券売機にて、当日券のみ発売。発売開始以来長らく、 購入は現金に限られていたが、2021年3月1日より、他の1日乗車券、地下鉄24時間券とともにマナコ、トカなど、交通系、IC カードのストアードフェアを利用して、自動券売機で購入できるようになった。有効期日は、土曜日及び休日、毎月8日のいずれか1日のみ。なお、午前0時を過ぎても、終電、最終バスまでは、 利用可能。ただし、大晦日から元日まで行われる、地下鉄終夜運転に合わせた特別取扱いとして、大晦日の22時までに利用した場合は、翌日の朝6時まで、大晦日の22時以降から利用した場合は、翌日の終電、最終バスまで利用可能となっている。手売りの樹脂製実機カードの場合、利用できない日を含め、事前購入は可能である。 利用したい日に地下鉄は自動改札機にバスは料金箱のカード挿入口に通すと最初の使用時にカードリメへ日付が印字される2回目以降の使用時については地下鉄の場合は自動改札機に通しバスの場合は裏側に印字された日付を運転手に見せる黄色い券売機のでの購入の場合 購入当日限り有効の紙政治危険として発見されるため事前購入はできない。使用時は地下鉄の場合は自動改札機に通しバスの場合は表側を運転手に見せる。名古屋観光ルートバスも利用可能である。名古屋ガイドウェイバス志田ミ線は名古屋市営バス大森営業所が運行している一般道路区間で利用可能である。利用する場合には 整理券を取る必要がある。なお、高架区間へ乗り越した場合、小型緑地駅からの運賃を支払う必要がある。名古屋鉄道、名古屋臨海高速鉄道、愛知高速交通、JR 東海、近畿日本鉄道などの他車線は利用できない。なお、名鉄との直通運転で乗り越した場合は、地下鉄の終点からの運賃を支払う必要がある。共同運行区間も含め、 名鉄バスは利用できない。市バス高速1号系統の利用で、名古屋高速区間をまたがって利用する場合、別途10円が必要である。深夜バス利用時は、深夜バス料金の半額が別途必要である。ただし、土曜、日曜、祝日、年末年始並びにお盆期間は深夜バスは、運行されないため、利用できるのは、利用日が8日で、かつ平日のみに限られる。 払い戻しは、手売りの樹脂製時期カードについては、未使用券に限り、券売機で発券された、紙製時期券については、有効期間内かつ未使用券に限り取り扱う。使用済みの土日エコ切符は、記念に持ち帰っても問題ないが、不要であれば、駅のコンコース、または、バス車内に備え付けてある回収箱に投入する。この乗車券の提示により、名古屋市内を中心とした、 観光施設で入館料の割引などが受けられる特典がある。なお、土日エコ切符の利用日以外は1日乗車券、地下鉄24時間券でも同様の取り扱いである。2008年10月1日より、これらの割引に加え指定店舗での買い物に対しても割引が受けられる名古屋特なビを開始した。また、ゴールデンウィーク夏休み。 年末年始期間中は、特割、土日エコ切符が4万1セット2100円で発売されることがある。特割、土日エコ切符は、それぞれに有効期限があり、その期限を過ぎると未使用であっても、無効となる。夏休み期間中は、枚数限定で、お子様パスが発売される。また、子供春特切符が発売されることもある。ウェブ新聞。 ありがとうございます。